はいどうもこんばんは、ヤスニーです。先日ですね iPhone 12 mini を使ってるんですけど、スマホですね。でそこから iPhone 14 Pro に変えたんですよ。で理由としては、iPhone で動画を撮りたかったから、より綺麗なカメラというか、動画性能を持っている iPhone にしたかったというところがまず一つなんですけど、まあ、それで変えたんですよ。変えたのはいいんだけど、じゃあ変えたら何しないといけないかっていうと、ケースとフィルム、それから、スマホリングとかそっち系じゃないですか。絶対必要になるんですよ。でそれどうしようかなと思ってめちゃくちゃ悩んで、まあ、奥さんとどうするどうするって話しながら、まあ、決めたものを紹介したいなと思います。それと、まあ、軽くちょっと動画を撮ってみて、まあ、動画の性能がどんなもんなのかとか、あとマイクの音声とかどうなのかなっていうところで、見ていただこうかなと思います。でちなみに言うとですね、この動画の1個前の動画の俯瞰撮影の分ですね、上からこう撮っている動画映像っていうのは全て iPhone 14 Pro で撮っているということです。正直言うと編集した感じむっちゃ綺麗、むっちゃ綺麗です。もうカメラいらないんじゃないかレベルで結構綺麗だなって正直思いました。なのでまあこれからどんどんそのスマホめっちゃ手軽じゃないですか、スマホで動画撮るのって。だからまあ投稿頻度も上がればいいかなと思っておりますし、投稿頻度も上げたいなと思って iPhone 14 Pro に変えたわけなんですよ。なので、まあ、ちょっとおすすめできそうな感じの、まあ、アイテムがゲットできたので、まあ、ケースとリングと、まあ、フィルムなんですけど、まあ、そちらをちょっとご紹介したいなと思います。今後多分なんですけど、まあ、いろんな iPhone のそのケースだったりとか、まあ、フィルムだったりとかリングとか、まあ、その他周辺機器っていうのをですね、いろいろ紹介していこうかなと思いますので、ぜひぜひあのチェックしていただければなと思います。さあということで、すいません前置き長くなってしまったんですけれども、まあ、現状僕が使っている iPhone っていうのがこちらです。見てください。こっちはね、あの空じゃないですか。でこっちはあの嫁のやつです。嫁のやつ借りてきてまして、こっちなんで空なのかっていうと、この映像が僕のスマホですでにもう撮っちゃってるので、まあ、こっちは空だよというところです。で、まずちょっと説明していくとですね、 iPhone14 の Pro なんですけど、まずこのスマホリングからいきましょう。このスマホリングがラミカルっていうところの、マグセーフ対応の360度スマホリング、こうくるくるって回りますよっていうのと、ここがマグネットでくっついてますよと、こんな感じの商品です。結構ガッチリつくでしょ。これ結構ほんとガッチリつくんですよ。はい、こんな感じこんな感じでガッチリつきます。なんでまあ普通に持ってて絶対落ちることないし、でなんならここもスルーッとこう回ってくれますし、ここのリング自体が結構ね固めなんですよ。なのでこうやってスタンドとしても使えるんですね。これ非常に便利だなと思ったっていうところが一つあります。で、まあ、このリングは、まあ、置いといて、よいしょ、これもバチッとつきますからね。白と黒なんかカラーがあって、まあ、他にもいろんなカラーがあったんで、気になる方ぜひチェックしていただきたいんですけど、僕があの使ってる iPhone の14 Pro っていうのがシルバーなんですよね。まあ、白っぽい感じ。スマホね、僕昔から白のものがずっと使ってる感じなんで、スマホのケースもそしてリングも白白で統一をしました。このケースがですね、モフトのケースです。まあ、多分定番中の定番なのかなと思うんですけど、こう見た時にやっぱり iPhone 14ってレンズ結構出っ張っちゃってるんですけど、こっちのケースの方がちょっとこう端っこがね浮いてるような形になってるんですよ。なのでペタッと置いた時にスマホのレンズをこう直接下に触れさせないようにはなってるので、まあ、そこは安心なのかなっていうところなんですけど、これね14 Pro とかはちょっとあるあるだと思うんですけど、出ちゃってるじゃん、ここ出ちゃってるから、こう置いた時に不安定になるんですよね。けどもですよ、このリングをつけておくことによってここが支点になるので、ここでねバランス取れちゃうんですよ。なのでこれはめっちゃいいです。ただこれをつけてる状態でワイヤレスの充電とかマグセーフの充電っていうのはちょっとできないので、そこだけ注意かなと思います。であとね、このケースは何なのかっていうと、トーラスっていうところなんか人気ナンバーワンだったんですよ。これがね嫁が使ってるケースなんですけど、あのね
ちょっともう本当もう微妙な差なんだけど、このカメラのレンズのこの側の部分がこっちの方が若干出てるんですよ。だからこっちの方が守られるっていう点で関してはすごくいいのと、あとね質感がすごいんですよ。サラッサラというか、でここの磁力も結構強くって、あとまあゴールドなんですけど嫁のやつは、だからゴールドと黒で合わせていいんじゃないのっていう話で、まあ、このケースにしたというところです。一応ねストラップホールとかもついてるのと、まあ、下の穴が開いてるところで、横のこのボタン、これがねなんか変更できるやつがついてきたんですけど、だから赤色と黄色がついてきました。まあ、デフォルトは黒色だったんで、まあ、そのままで黒でしております。うん、このケースはねすごく人気ナンバーワンの意味がわかるというか、確かになっていう感じです。これのね真っ白があったら絶対買ったんですけどね。でモフト、このサイドの部分も透明の素材で、あのナイロンの柔らかい素材で、この後ろは硬い素材でできてるんですけど、よくあるプツ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 っていうのがついてて、なんか縁のところがペチャーってこうならないやつになってます。ならない仕様が施されているというか。でこのリングがねすごい優秀だなと思ったのが、あのこれってさ基本こうマグセーフ対応のものじゃないですか。だから、まあ、磁石だから、まあ、金属のものにくっつくよっていう仕様なんだけど、ついてないケースとかついてないスマホどうすんのってなるじゃん。だから iPhone 専用じゃないんですよ。でそのスマホとかケースのためにこの磁石みたいなやつのこのリングのシールみたいなのが別個でついてるんですよ。だから全然何もマグセーフとか対応じゃないケースにそのリングみたいなのをペチャッと貼り付けてしまえば、もうこれがくっつくんで最強ですよ。もう最強、このリング最強です。絶対このリングはねおすすめ。ケースはねもうほんと好き嫌いあると思うんで、もう好みに合わせて買ったらいいと思うんですけど、このリングはこれ最強、マジで最強で、このケースも個人的にはすごくいいなと思った、まあ、自分のじゃないんだけどねすごくいいなと思った。で一応スマホをつけた時に若干やっぱり縁の方が出てるから、こうやった時も安心なんだよこれで、こっちももちろんねこっちの縁の方が出てるからこうやった時安心で、こっちにやった時もリングあれば安心、リングなくても一応こっち縁があるから安心、まあ、全体的に安心できるんですよねこのケースが。まあ今の iPhone14 とかのケースっていうのは大体こうなってると思うんですけど、まあデザイン的にもう真っ白のケースが良かったから、まあモフトで、嫁は人気ナンバーワンのこれというところで、フィルムはねもうみんなもう言わなくてもこれ買うでしょってやつなんですけど、大体もうミマソのガラスフィルム、安くて2枚入ってますよみたいなところでございます。どうですか皆さん、映像結構綺麗でしょ。そうなんですよ、 iPhone 素晴らしいんですよね。はい、ということでざっくりちょっとご説明させてもらったんですけど、まあ、実際この映像綺麗なのは分かったよと。じゃあ外に出て軽く動きながらとかの撮影どうなのみたいなところあると思うので、一応それも撮ってきました。なので映像どんな感じなのかなみたいなところをですね見ていただければなと思います。で一応軽い編集はします。軽い色調整だったりとか軽くノイズリダクションとかをかけるような感じにはするんですけど、めちゃくちゃいじるっていうのはしないです。あのだいたい YouTube で上げる時用の設定にして皆さんに見ていただこうかなと思います。それではどうぞ。はい、どうもこんにちは、ヤスニーとマルコムです。はい、今日は何しますか。540、お乗れましたもんね、おめでとうございます、イエーイ。なんか3ヶ月4ヶ月ぐらい頑張ってたけど、ずっと乗れなかったけど、やっとね乗ることができました。昨日じゃねえだろ、3日か4日前でしょ。でそっからちょっとねまだ練習できてなかったんで、今日はちゃんとしっかり練習しようかなと思っております。で今回ねあの動画撮ってるのはですね iPhone14 Pro、 こちらで撮っております。昨日ね機種を変えました。やっぱね iPhone で撮るのがむちゃくちゃ便利で、まあ、連携がねすごく取れてて、パソコンがね Mac なんで、まあ、動画撮ったら AirDrop とか、まあ、iCloud 自動的に送ってそこから拾ってくるみたいなやり方、これがねむちゃくちゃもう楽なので、しかも iPhone の画質綺麗でしょ。これはあのビデオの HDR、 それで 0.5 倍のズーム率で、こちらが1倍で2倍、3倍っていう感じの倍率です。音声とかどうでしょうかね。一応ステレオにしております。で 4K の30フレームかな、ただ YouTube にアップするときは24フレームにしてるかなと思います。じゃあちょっと折り見せてください。おー、飛べてる飛べてる。
ちなみにインカメラがこんな感じです。で、iPhone13 からかな、シネマティックモードっていうのがあるんですけど、それはまだ使ってないです。ちょっと使ってみましょうか。はい、ということでこちらがですね、シネマティックモード。背景むっちゃボケてますね。で、この辺にピントを当てましょう。画面をタッチすると顔が、うわすごで顔にいいね。でしかもこれね、インカメラでもシネマティックモード使えます。はい、こんな感じでシネマティックモードを使えるんですけど、顔に合ってて、こっちに当てるとこっちがおら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 で、こう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  AF トラッキングっていう風に出ました。まあこんな感じでトラッキングしながら背景をぼかす。これはね、多分レンズの明るさ、F 値の変更と、あとはソフトウェアというか、そういう感じのものが働いてボケ味を出してくれてんじゃないかなと思います。髪の毛のこうふわっとした部分とかが若干こうぼやぼやっとこうなってしまってるところを見ると、そういう感じなのかなと思います。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。映像なかなか綺麗だったですよね、おそらくね。まだ見てないですけどね、僕は。なんで、まあ、これから取り入れて編集してみてどうかなっていうところをちょっと見ていこうかなと思います。本当に14プロにした理由としては、ガチで動画をちゃんと撮りたいなと、ガチで撮りたいなっていうか、まあ、頻度を上げたいなっていうふうに思ったんですよ。だから、まあ、iPhoneでしっかり撮れればいいかなと。別個にねカメラ持っていくっていうのがもうめちゃくちゃめんどくさくなってて、で GoPro も考えたんですよ。 GoPro とか DJI Action 3考えたんですけど、スマホを持ってるプラスで持っていかないといけないよねって。スマホ絶対持ってるからプラスアルファでなんかいるなっていうところがちょっとめんどくさいなと思ったのと、あと画面小さいからちゃんと撮れてるのかなっていうところと、あとは近くに寄れないんですよ、ああいうカメラって。結構広角じゃないですか。だから近くでなんかご飯美味しいもの食べますよってこうアップしたりとかするときに撮れないんですよ、ちゃんとぼやけるしっていうところで、もう絶対 iPhone だなと。で手ブレ補正も結構効くし、だったらもうこれだけでいいでしょみたいなっていうのがあって、もう iPhone にしたと。であとは今後またご紹介していくと思うんですけど、まあ、Vlog するための装備、だからこれだけだと心もとないじゃないですか。これだけでこうね、こう撮っていくじゃなくて、まあ、自撮りもしっかりできる、まあ、自撮り棒だったりとか、あとは、まあ、マグセーフなんで、マグセーフ対応のうまい具合にする、Vlog キット的なものをどういう風に組み立てるのかみたいなお話がですね、できたらいいかなと思っております。ごめんなさい、ちょっと話長くなってしまったんですけど、で今回ですね、ご紹介させていただいた商品、まあ、購入した商品っていうのは、まあ、ちょっと使ってみて、あ、よかったなって、ファーストのインプレッション的なところで思ったので、ご紹介と簡単なレビューっていうのをさせていただきました。商品の URL 下の説明文に貼っとくので、気になる方はぜひねチェックしていただければなと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではさよなら、バイバイ。